黒岳の、リフトです。下っています。ロープウェイで上がって、そこから上は、リフトがあります。で、今、せっかくだからって、黒岳に登ってきました。大変な山ではなくて、まあ、早い人は1時間ちょっと、のんびり行っても1時間半、そんな山です。小学生もいっぱい登ってました。問題の紅葉なんですけど、始まってないんですね。ちょこっとあるかなと思っても、これは紅葉でなくて枯れたっていう感じですから、黒岳の頂上からですね、なんか低い草のような低い植物ですね、それが紅葉しているのがありました。だから、高いところの山の斜面は、あ、紅葉だなっていうふうには見えました。だけど、今年は夏が暑いせいか、満足できる紅葉は始まっていません。はい、山に登れない人もどんどんこうやって上がってきます。で、今もう3時半過ぎてますから、これから登って降りてくるのはもう難しい時間になってます。あと今登って、朝日岳の方とかいろんな山にこう行く道があります。それを行く人もたくさんいます。リュックが大きいので、あ、重装するなって分かります。で、このリフトは冬はスキーのリフトになります。どっちでしょうか。ですね、あ、分かりますね。こっちの方、木のないところありますね。ここが、スキー場です。で、リフトの頂上から今度自分でスキー持って登ってって、担いで持って上がって滑る人もいるそうです。山スキーですね。別コースが他にあるかどうかちょっと詳しくないので分かりません。例えばこっちの方にもルートあるんかですね。ルートは一つだけか分からないです。ここずっと次降りるときはロープウェイ、そして降りて層雲峡温泉です。はい、そんなことで、リフトで下っています。終わり。